ようございます。コパルです。今日はね、近所のイオンでこんなの買ってきました。皆さんご存知、カルディのコーヒー豆です。はい、俺にとっての初めてのコーヒー豆になります。というのもちょっとね、コーヒーを始めてみようかなと思ってます。はい、で、なんで急にコーヒーなんか始めようかと思ったかというと、まあ俺正直言って味音痴でコーヒーも全然わかんなくて、セブンのコーヒーが一番美味しいと思ってるぐらいなんですけど、山頂で飲むコーヒーが本当に美味しくて、でこの前ちょっと動画にはしてないんですけど、赤城山の方登って、山頂でね、ドリップコーヒーちょっと飲んだんですけど、まあ、めちゃくちゃそれが美味しくて、で、あ、これもしかしたらこういう場所で生でこのね豆をひいて、その場で飲んだらもっと美味しいんじゃないかなと思うようになって、かねてからちょっとコーヒーは興味あったんですけど、まあ、今回ねそれをきっかけに、いろいろと道具も買い揃えてみました。はい、でその辺の道具なんかも紹介しつつ、初めてのコーヒーっていうのをね入れていきたいと思います。はい、ということで今回はね、コーヒー初心者によるコーヒー始めますっていう動画になるかと思います。はい、でいろいろね買ったものを紹介していきたいと思います。まずはコーヒー豆なんですけど、先ほども紹介したと思うんですけど、カルディのこの、マイルドカルディっていうやつにしました。で俺豆のこと全然わかんないし、全くコーヒーのことわかんないんで、まあ一番買いやすい、豆が一番近くで売ってるカルディで買ってきました。で中でもこの一番人気とされたマイルドカルディっていうのを買って、で今後ねこれを基準で考えて、まあいろんな豆をチャレンジしていきたいなと思ってます。でカルディでいろいろ店内物色してたら、こんな可愛いものを見つけたんで、これも買ってみました。まあこれコーヒー豆入れるカンカンですね。こんな感じのカンカンで、合わせてこのコーヒーフィルター、こんな感じのフィルターもカルディで買ってきました。で一番ね悩んでて楽しかったこの手引きのコーヒーミル、アウトドアとかで持っていくために小型軽量というのを最優先に考えてこれに決めました。ポーレックスのコーヒーミル2ミニ、これがね結構評判良かったんで、ちょっと値段高かったんですけどこれにしました。まあこれちょっと後ほど開封します。コーヒーミルはこれに決めて、でドリッパー、コーヒードリッパーをミニュークのテトラドリップっていうかな、これポリプロピレンのドリッパーですね、組み立て式の。これすごくデザインも可愛くて、あ、いいなと思って、で実際軽いんでね、あ、これ面白いなと思ってこれにしました。はい、でこの時点でねお気づきの方いるかと思うんですけど、俺全然コーヒーとか本当に分かんなかったんで、こういったドリッパーに対してこの形状のフィルターは、まあ、使えなくはないらしいんですけど、まあ合わないと、形状が合わないってことを知りまして、それなんで、このなんて三角円錐型か、円錐型のペーパーフィルターも買いました。知らなかったです底が切れてるようなドリッパーに関してはこういう円錐型を使うと、うん、こういうね一つ一つのこの勉強というか発見がすごく面白いですよねでこの台形型というか、なんていうの、この形、扇型のフィルター、ペーパーフィルターは穴が開いたタイプのドリッパーに使うっていうことで、まあこんな感じの100均で家で飲むようでこういったドリッパーも買ってみました。まあ台形のフィルターが使えるドリッパー、まあこれでこれが無駄にならなくて済んだかなと。はい、これは自宅用として使おうかなと思います。あとで100均でこれ豆をすくうスプーン、まあこれもねどういうのを選んでいいか分かんないんで、とりあえずで買いました。はい、で以上でねコーヒーを飲むためのアイテムっていうのは揃ったんですけど、でちょっと外で飲みたいなっていうのがメインであるんで、で外で飲むときこうお湯を注ぐとき、俺丸い円筒状のコーヘルしか持ってないので、注ぎ口がついてるケトルなんかがおすすめだってネットとかで見たので、でちょっとケトルも買おうかなと思っていろいろ調べたんですけど、エバニューのチタンティーポット500、これねめちゃくちゃ可愛いすげえ可愛い。ちょっとこれだけ開封しますね。こんな感じのケトル、ぽってりした形状も、めちゃくちゃ可愛くないですかこれ。まあ、チタンなんですげえ軽くて、で蓋もついて、でここにね注ぎ口がついてるんで、まあ、お湯を注ぎやすいよっていうことで、このねチタンティーポットって買ってみました。以上で今回買ったものの紹介は全部かな。はい、もうコーヒーを始めるっていうことでね、こんだけのものを買ってしまいました。はい、じゃあねちょっと開封していこうかなと思います。はい、じゃあお楽しみの開封タイムにしたいと思います。
で、さっきも紹介した買ったもの全部がこの画面の中に入っているかと思います。もう豆がねすごくこの状態でも超いい匂いなので、この豆を缶に移していきたいと思います。あ、いい匂い。はい、こんな感じですね。 200g でぴったり、すごくいい匂い。じゃあね、楽しみな、こいつ、この憧れの手引きのコーヒーミル、中身は本体とハンドル、あと取説が入ってました。まあ本体ね、結構小型ですね。思ったより小さいけど思ったより重いっていう感じ。こんな感じでコンパクトに収納できると。ハンドルと合わせて 254g ですね。刃はねセラミック製で水洗いができて、で摩耗しにくいらしいですね。続いてはねミニークっていうところのテトラドリップ。ドリッパーになります。めちゃくちゃ軽いで、3枚の板で構成されてるんですけど、ステンレスバージョンもあったんですけど、より軽量なねこっちにしました。ポリプロピレン製にしてみました。色も何種類かあったんですけど、ちょっとポップな感じで黄色を選んでみました。裏に組み立て方が載っているんで、ちょっとやってみたいと思います。こう入れていく感じ。あ、なるほど、簡単。こんな感じのドリッパー、めっちゃ簡単ですね。コーヒーミルとドリッパー、まあ、すごい軽い2つですね。ちなみにねテトラドリップの重さは 11g、 軽い。でさっきもちょっとちらっと紹介したんですけど、このエバニューのチタンティーポット、これの重さも測ってみましょう。はい、蓋付きで 98g ですね。ちなみにね、エバニューのチタンティーポット、こんな感じの袋が入ってます。はい、じゃあ開封は以上になります。もうコーヒーのねいい匂いがしてるので、早速ねちょっと入れていきたいと思います。はい、じゃあコーヒーミルの方も、ちょっとささっと水洗いしてきたので、生まれて初めてのコーヒー引いていきたいと思います。でこのねポレックスのコーヒーミルの説明書をいろいろ見たんですけど、まあ、一番奥までこのダイヤルを締め込んでから、開く方向に10クリック、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10クリックぐらいで中引きになるそうです。この長さが、これで一回引いてみたいと思います。そうですね、今回初めてということで 10g 入れたいと思います。はい、10g、まあ、山を想定してこの円錐型のコーヒーフィルターとこのテトラドリップ使っていきたいと思います。何かこういう手順踏んだ方がいいですよっていうのがあったらコメントで教えてください。おーおー、いいガリ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 。あ、終わったな。だいぶ軽くなった。こんな感じです。正解なのか不正解なのか全然わかんない状態です。お湯を注いでいきます。難しいな。もうちょっと細く出た方がいいのかな。そうですね、蒸らしっていう工程があることは知ってます。でもね、なんかもうちょっとおしゃれなコーヒーの動画とか見てると、もっとすごい泡は膨らむんだよな。全然膨らまないんだけど、これお湯ってこうやってずっと注ぎ続けるのがいいのか、休み休み注いで多いのか、どっちなんですかね。全然わかんないんだな。はい、できた。はい、じゃあとりあえずね、40過ぎて生まれて初めての手引きのコーヒーいただきます。あ、おいしい。あ、なるほどね、インスタントとはやっぱ違いますね。当たり前か。うん、全然違う。美味しいわ。俺インスタントってブラック飲めないんですよね。なんか変な味がして胃がもたれちゃう感じがするんですけど、これ美味しいわ。あ、なるほどね、なるほど、こういう感じなのね。いいっすね。この手間がいいっていう感じがするな。はい、ということで今回味音痴のコーヒーと素人がコーヒーを始めてみたっていう、ね、チャレンジになりました。今後山登るときに、ね、ちょっと重たくなっちゃうんですけど、これ持ってコーヒー山頂で引いて飲みたいと思います。
で今回買った購入品に関しては動画説明欄に全てリンクが貼っておきますので、ぜひ参考にしてみてください。まあ、今後ね、使っていくうちで新しい発見とかありましたら、またこういった動画でお伝えできればなと思っています。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で。バイバイ。